宅ファイル便から個人情報が流出。先日、宅ファイル便が海外から不正アクセスを受け、約480万人分の個人情報が流出したと発表しました。本日の時点で、メールアドレス、ログインパスワード、生年月日、氏名、性別、業種、職種、都道府県のみの居住地が流出したことが確認されております。こちら、宅ファイル便と同じメールアドレスとパスワードを使って、他のサービスを利用している場合は、直ちにパスワードを変更するようにお願いいたします。この宅ファイル便なんですが、個人だけではなくて、法人、企業もかなり利用していると見られており、こちら、宅ファイル便を使ったことがあるという方は、現在ですね、他のサービスで同じ ID、メールアドレスとパスワードでサービスを使っていないかどうか確認をしていただき、早急に対策を取っていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。